こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。弊社ですね、アニメゲーム漫画業界の専門の求人サイトラクジョブ、こちらを運営しておりまして、今回ですね、転職に関してというところでちょっと一つお話しさせていただきます。で、転職考える際に一つですね、非常に大切なことはあります。それは何かっていうと、やはりですね、上を目指してほしいということがあります。転職する際の理由として、こういうところが今の会社で不満なので、それを解決できる会社がいいというのはですね、もちろんあると思います。で、その際なんですけれども、ちょっとイメージの話にはなってしまうんですけど、横に移動するんじゃなくって上を向かってほしいっていう話ですね。自分が1年後、2年後、3年後どうなっていたいのかっていうのをイメージして、そこに向かうための会社っていうのをですね、選んでほしいです。今のところ、今の不満だけを見ているとどうしてもですね、隣の芝生は青く見えるということで、そちらに移ればいいじゃんっていう話になってしまうんですけれども、それだと1年後、2年後、3年後といったスパンでですね、なかなか劇的な変化が得られるのかというと、そうでもなかったりということが、実際ですね、多くのケースで見られます。なので、転職される際にはですね、自分の将来っていうのをしっかりイメージした上で、そこに向かうためにどうすればいいのか、どういう転職をすればいいのか、どういう会社がいいのか、そこをですね、考えていただければと思います。なんとなくこの会社いいなっていうところでですね、応募して、スキルがあるから、そちらに転職もできてというケースでも、必ずしもですね、その先がうまくいかないのが転職の怖いところでもあります。ぜひ興味のある方がいらっしゃったらですね、そういったお話なども参考にしつつ、求人の情報を見ていただければと思います。ラクジョブで検索でございます。それでは。